フテオティダ県、パイイプシロンロイオータファイ,イプシロンロイプシロンイオータ、アルファカッパイプシロンニュー、タウイタタウアルファファイシータイオータ、タウイオータデルタアルファ測地系、北緯38度54分統計22度32分、フティオティダ県は、ギリシャ共和国の中央ギリシャ地方を構成する、行政区の一つ。県とはラミア。古代ギリシャにおいて、プティーあるいはプティオーティスと呼ばれた地域を含む、 現代の県名、フティオティダは、その現代ギリシャ語系に由来する。カサレブサでは、フティオティスと表記されるため、フティオティス県とも記される。このほか、ファイシータヨタタウヨタデルタアルファーのカナテンキには、フシオティダ、フシオティザも用いられる。イパティの集落県の東には、マリアクワンがあり、県の南は、ビオティア県及び、フォキダ県、南西は、エトリア・カルナニア県、西は、 エブリタニア県、北はカルディザ県及びラリサ県、北東はマグニシア県にそれぞれ接している。フテオティダ県の北部と南部及び西部は山勝ちの地形であり、中部は低地が多い。国道1号線はトンネルが開通するまでは県西部の地域を囲い込むように通っていた。人口3000人以上の都市には以下がある。フテオティダの名称は古代から存在する。 現在のフティオティダ県はギリシャ独立戦争中の1821年にそれまでフティオティダフォキスとして知られていた地域が分割され北部がフティオティダ県となった1950年代にはフティオティス県で国道1号線の建設が開始されたまた1950年代から1960年代にかけて電線の敷設及び 道路の舗装が行われた。1990年代以末には、県東部のスティリダ近郊において、マリアコストンネルの建設が始められ、2000年代中頃に開通した。また、2005年5月6日には、県内のスペルヒャダで、洪水が起こったために、土石流などの影響で、大きな被害を受けた。フテオティダ県フテオティダ県は、以下の自治体から構成される。 人口は2001年国勢調査時点。フテオティダ県の旧自治体カリクラティス改革以前の広域自治体としてのフテオティダ県は以下の25の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は渦と対応している。自治体名欄で印を付したものはノティタ、それ以外はディモス。 成長所在地欄で太字になっているものは、新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年に広法的な位置づけは行われていない。ティトレア駅、アガトノス修道院。ありがとうございます。